を含めてしてるんですけれども、メリット、まあもちろんですね、アジアの人口の大きさ、成長率、まあ例えば僕が長くいるとフィリピンなんかはですね、経済成長率7%とかですね、あと人口も2兆超えても、日本を超える、人口を超えるのはもう決まりきったことですね。なので、まあ今後ですね、人口っていうのはやっぱり経済に当然ですね、大きく影響しますので、このあたりをですね、スケールメリットもですね、含めて利用できるかというところですね。まあ、成功のポイントですね、進出メリット、もちろんいろいろありますし、需要の多様性とか市場の規模、まあ、さまざまなところですね、低コスト、アジアの低コストの労働力、まあ、日本の労働力もですね、の方が下がってきてですね、ちょっとメリットがどうなってくるのかなってところあるんですけど、まあ、こういったところ現状あります。まあ、成功事例もですね、細かく、いろいろありますので、まあ、トヨタとかそういったところですね、いろいろ聞いてもらえばなと。アジア工場、アジアに工場として進出するっていうことを